世界進出元年、今年 K-1 は大きく飛び、 K の舞台は世界へと広がり、打撃系格闘技の最高峰として国籍、人種、性別を超えて感動と興奮を与えている。日本、ヨーロッパ、アメリカ、中でも世界の格闘技のメッカとも言うべきアメリカ・ラスベガスでの K-1USA グランプリは、 K-1 が世界のメジャースポーツへと発展する予感を確信させた。次々と名乗りを上げる世界の強豪、繰り広げられる死闘、サバイバルロードを歩んできた K-1 選手たちの目的地は K-1 グランプリ。大阪ドームから東京ドームへと至る道こそ栄光の道である。グランプリ開幕戦、 K-1 グランプリ98オールスターズには最強の戦士16名が集結した。グランプリ94-95連覇、ピーター・アーツ、オランダ。グランプリ97覇者、アーネスト・ホースト、オランダ。グランプリ96覇者、アンディ・フグ、スイス。ヨーロッパグランプリ王者、ステファン・レコ、ドイツ。 USA グランプリ王者、リック・ルーファス、アメリカ。極真のモンスター、フランシスコ・フィリオ、ブラジル。拳銃、サム・グレコ、オーストラリア。ゴールドラッシュ、マイク・ベルナルド、南アフリカ。そして唯一の日本人戦士、佐竹正明。この他の選手も虎視眈々と頂点を狙う。1回戦、特に注目が集まったのはベルナルドと佐竹。2人とも準優勝経験があるものの、去年は屈辱の敗北を喫した。2人はこの悔しさをバネにグランプリ初制覇の偉業を達成できるのか。ベルナルドはミスターキックボクシングモーリス・スミスと、佐竹は極真第二の怪物グラウベ・ペイトーザとの対戦。いずれも全く気の抜けない強豪である。やがて骨身を削る戦いが始まり、華やかなセレモニーが一層期待を募らせ、今はただ己を信ずるのみ。16名の K-1 選手の体を熱い血が駆け巡る。
1998年9月27日、 K1 グランプリ97王者エネストホースです。まずはじめに全国の K-1 を支えてくださるサポートの方々、そして何よりもこの会場にご来場くださいました関西、大阪のファンの皆様方に心より御礼申し上げます。ありがとうございました。今ここに世界中から本当にベストオブベスト、世界最高峰の選手が16名揃いました。私たちはこの戦いを通じ、この大阪から全世界に夢を信じて、自分自身を信じて努力すれば必ず夢は実現する、そういう熱いメッセージを戦いを通じて感動を伝えていきたいと思います。今ここに98年K-1 グランプリ開幕戦を宣言いたします。以上、ありがとうございました。